かってた。困っておる様子だが、何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、族と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。この近くに座ってるだけで気持ちが安らぐ場所がある。そういうところ村にもあった。湖を見渡せる。また行きたいね。もし太刀のお手入れをいたしませんか。鉄すら切れるでしょう。ジン、こっちに来い。政子殿、ご家族の仇について何か。形状の中に貞雄の名を見つけた。そやつはクタの村長だ。クタは足立家の領地。なぜ刃を向けた。恩知らずの裏切り者だからだ。夫がやつを村長に選んでやったというのに、あろうことか恩を仇で返すとはな。あの忌まわしき夜、やつはクタから逃げたと聞いた。あなたが生きていたからか。貞雄は悪知恵の働く男だが、弟の八郎は能なしだ。寺の近くで食料を運ぶ姿を見かけたな。おそらく隠れて兄に届けるのでしょう。八郎をひっ捕らえてくれるわ。見失う前に出立するぞ。宿での件があったゆえ、寺においでとは思いも。あの鳥をご存知ですか。どのような鳥のことだ。金色の鳥です。鳴き声を聞くと平和だった時を思い出します。ああ、母上はその鳥のことを、何よりも対馬のことを知っておる生き物だとおっしゃっていた。その通りでしょうね。もしこのような時でなければ、あの鳥を追ってどこに誘ってくれるか知りたいものです。俺が追ってみよう。お主は平和が戻るまでは控えておけ。そういたしますね、酒井様。そろそろ八郎に追いつく頃だ。どの道を行ったのでしょう。どちらも人が通っておる。調べてみましょう。近くにおるはず。あそこにおる男、荷車。あれが八郎、貞雄の弟だ。あれはどこだ。動いた。では後をつけるぞ。近づきすぎて見つかるなよ。おとなしくしていろよ。お前も餌が欲しいだろう。
先客だ。あまり顔を出すでないぞ。おい、荷車に何を乗せてきた。マルケミ、食べ物、飲み水、もろもろです。見せろ。ああ、こちらです。酒をよこすって話だ。まだです。ですが、お客人に贈り物が。話しておるな。渡しておろう。文を渡したのか。では、またいつもの慈愛に。荷車はいい。馬を追うぞ。八郎、マヌケな男よ。村長の弟だぞ。マヌケに変わらん。でも奴の酒はうまいんだ。諦めろ。今日はフミしか持ってないぞ。はあ、それはお前の命よりも大事だ。届け損ねれば村長に殺される。サダオは家族思いだな。へえ、ろくな一族ではないぞ。いとこは族だしな。クタの村が不作になった時、騒乱が起きたことを覚えてるか。あらがう村人を殺した族は誰に雇われた。知ってる、サダオだ。卑怯な。ああ、やはりな。逃げられる。お前もしゃべりすぎ、特に襲われた。木こりの家、族が固めておる。サダオの親族だ。本人は中におろう。まだわかりませぬ。何、すぐにわかるさ。一番手は誰だ。これ以上仲間を殺させる。うっ、諦めろな。噂など全て嘘なんだろ。
袋に尋ねることはできませぬぞ。中に人がおる。そやつに聞くさ。私が話します。貞雄からの文。8傷つけはせぬ。我が名は坂。お主は？ヒナ、貞雄の妻だ。夫は濡れ衣です。犯人は猛虎に決まっております。貞雄。わかりません。嘘をつくな。お控えを。まずここを立たねば。館に連れて行くしかないな。私を殺すつもりでしょう。何も案ずることはない。氷山様のお話聞いたことある。あの盲目の奉仕がいつも新しいお話を聞かせてくださる。最後に忠頼公のお話をご存知ですか？名は知っておる。してどのような話なのだ？その鎧は身につけた者に力を授けると言われています。誤った者の手に渡れば災いが起きるとも。災いとは恐ろしいな。話の子細を教えてくれ。鎧についても。でしたら琵琶法師が力になれるはず。アザモと筒の境の川の近くにまだいると思います。来たか。マサコ殿、裏切り者の所在は聞き出せましたか？聞こうとしても、あの女メソメソと泣きおってな。仕方ありません。責めたくもなるわ。それとも和光殿の魅力で落としてみるか。女は仲だ。お待ちを。貴様。雅子様に殺されてしまいます。目を見ればわかるのです。お主の無事は受け合おう。手を貸してくれるなら。知ってることは全て話しました。八郎が文の運び手ならばどこかで貞雄と会うだろう。うかうかしておったら雅子殿に先を越されるぞ。どうかお助けください。そのためには俺が二人を見つけねば。まずは隠れ家だ。心当たりは？考えてみます。忘れてはならぬぞ。貞雄は人を殺したのだ。すぐに戻る。
それで隠れ家を思い出させておるところです。何を見返りに。歩きましょう。声が届かぬ場所までな。貞雄を助けるとヒナに話しました。できぬ約束をしようって。ヒナの信用を得たかったのです。嘘をついたのだな。救えるならば救いましょう。嘘ではない。失敗したらどう弁明するのだ。貞雄の罪は深く、雅子殿の裁きに物申す気はないと。館のあらゆるものが家族が死んだ夜を思い出させる。父の亡き後、私も里から離れました。家は少しの間で朽ちてしまいます。これはもう我が家ではない。身内が殺された忌まわしき地だ。孫は人形を握ったまま、姉が巻いていた金色の帯にくるまって冷たくなっておった。私はもう誰も守れぬ。復讐に囚われた身ではな。あの音楽が懐かしい。なんと。よくここで孫と一緒に曲を奏でたのだ。新しい季節を迎えるたびに。もう二度と聴くことができぬとはな。礼を言う。やめて、来ないで。ヒナ、館へ急げ。おのれ。ヒナ。資格を捕らえるぞ。急げ。あたりを調べよう。足跡があるはず。なぜヒナが狙われた。貞雄から遠ざけるためであろう。すべて筒抜けであったか。我が館に向かう道中で姿を見られたからな。あえて見せたのでは。おとりに使ったのですね。貞雄が来ると踏んだのだ。その挙句にヒナが死にました。殺したのは裏切り者だぞ。仕向けたのはあなたです。足跡は一人分。
死角は一人で乗り込んだのか。ヒナが死んだ今、生け捕りにせねば。お長編地、ベテンテン、おつかけよ。捕まった。助けて。殺させるものか。血が止まらない。シロ、サダオの弟だな。なぜヒナを殺した。逃がそうとしたんだ。だけど兄さんのために固くなに動こうとせず、そしたら叫ばれて、だから仕方なく。サダオはどこだ。悪いが、兄さんを裏切るつもりはない。死んではならぬ。あやつの居所を吐け。雅子殿。ヒナは無駄死にでした。犯人は我が一族を皆殺しにした者だ。諦めてなるものか。八郎は文を届けていた。もしかすると何かあったか。補給路の地図です。野営に食料を運んでおったのか。サダオがいずれかに隠れておるやもな。一番近い野営のまとめ役に話を聞け。この地図の意味がわかるはずだ。あなたは。ヒナを埋めてやる。せめともの情けだ。後ほど野営で会おうぞ。ソラ、
けろ。ネギを発進だ。この野営を束ねる僧に会えと言われたが、八郎が持っておった地図を読めるのだろうか。燃やし尽くされた畜生ども。ご遠慮なくご覧ください。酒井様、素材が足りないようですね。お達者でいらしたか。お役に立てば幸いです。では道中のご無事をお祈りしています。純真、まさかお主とここで会うとはな。ご用件を伺いましょう。この地に詳しいか。野営のまとめ役ですので。この地図に心当たりは。食料を届ける者に渡しているもの、流民の野営の場所を記してあります。もしやこれは地すべてお主が束ねる野営か。有明では同胞が殺し合っていると聞きますが。無実の民が食い物にされ、足立家の女子供も殺された。裏切り者を裁かねば。有明のかがり火台が記してあります。ここに野営はありませんが、噂では賊に乗っ取られているとか。賊ならば良いのだがな。雅子様がいらっしゃった。お声をかけてあげてください。石碑には傷一つつけてないんだな。足立様の石碑を壊そうと思う不届き者がいるもんか。何か分かったか。貞男はかがり火台におるやもしれません。あれは足立家が有明のため建てたもの。恥すら知らぬ裏切り者め。奴には手の者がおるゆえ、我らのことも知られましょう。いいさ、迫る恐怖に震えながら私の到着を待つがいい。行きましょう。貞男はなぜ裏切りを。私が奴を咎めたからだ。米を盗み飢えた民に売っておった。クタで米が足りないゆえんでしょうか。証明はできぬが、村はひどい有様であった。奴は何かを隠しておるのだ。悪に万兵がおります。腰抜けは隠れておるか。貞男、首を洗って待っておれ。尋常に勝負。侍の技とやる。Whoa!
館で死ねばよかったものを。ああ、死にたかったさ。クズ。殺したのですか。政子殿、やつは私の慕う者を全て殺した。だがなぜだ。くだらぬ復讐のためだとでも言うのか。駒田の浜で死ねなかったことを私も悔やんでおります。勝ち目のない戦に自ら身を投じたのは、それがたやすかったから。ではなぜまだ生きておる。守るべき民がおるからです。そして討つべき仇も。貞男が死んだ今、黒幕は私が生きていて探しておることを耳にするだろう。恐怖に震えていつか尻尾を出す。ご無理は禁物ですぞ。お主もな。今さら後には引けぬぞ。他の裏切り者も見つけましょう。その前に叔父上を助けねば。では金田の村で待っておるぞ。